カール・ツイスのレンズ製品一覧は、カール・ツイスのブランドを冠したレンズの一覧。当初はすべてツイス・アナ・スチグマートという名称であったが、1900年頃、そのシリーズ IA がプラナー、シリーズ IB がウナー、シリーズ IIB とシリーズ IC がテッサー、シリーズ8がアポクロマティックテッサー、それ以外がプロターと命名された。その後基本的には、 レンズ設計の系統によって名称が付けられている。写真用以外にも顕微鏡や望遠鏡用、高級メガネレンズなどの多種多様な目的に応じた高性能レンズが制作されており、その性能の高さは世界中で高い評価を得ている。カールツァイスのブランドはカールツァイス財団が所有しているが、ボシュロム、コシナトータのメーカーによってライセンス生産。 または委託生産されたレンズも多い。本家であるカール・ツイスでは、現在もシネレンズ、顕微鏡や望遠鏡、半導体のステッパーなど、多種多様なレンズが、開発製造され続けられている。レンズコーティングは以前は単層コートの T コーティングであったが、現在は、多層膜になった T コーティングが採用されている。なお、現代のものであっても全てのレンズに、 T コーティングが使用されているわけではない。近年のライセンス生産レンズでは他社のレンズマウント規格についてサイス独自の故障が使用されている。2013年からサイスが開発、設計を行うレンズにファミリーネームを付けてカテゴリー分けをするようになった。アルファベット順に記述する対象型光角レンズ。最初の製品は ルートビッヒベルテレにより設計された。ドイツ民主共和国で設計されたクセノター型レンズに使われたブランド。最初の製品はハリー・ツェルナーにより設計された。ドイツ民主共和国で設計されたダブルガウス型レンズに使われたブランド。最初の製品はウィリー・オルター・メルテにより設計された。 ドイツ連邦共和国で設計された逆望遠型のレンズに使われたブランド。最初の製品はエルハルト・グラッツェルにより設計された。フェルンはミラーボックスを併用して使用する超望遠レンズ。後にテレテッサーに改名された。コンタックス用ドイツ民主共和国で設計された逆望遠型のレンズに使われたブランド。最初の製品は ハリー・ツェルナー・トルドルフ・ソリッシにより設計された。ヘラーは空気境界面4面という条件でジルベスター・フーバーによって設計された2軍5枚のレンズ。1935年11月に特許取得されたガマもなくコーティング技術の発明により空気境界面が多い場合の問題が小さくなりコンタックス用 3.5cm を除き試作のみに終わった。 コンタックス用、エルハルト・グラッツェルによって発明された超広角レンズであり、Y 極周差がほぼ完全に補正されている。ルミナーはマクロ写真用レンズ。マクロ写真の撮影もできるシステム顕微鏡、ウルトラフォトの交換レンズ。ゲッピンゲンのルドルフ・ビンケルのミクロルミナーが全身である。同社は1911年よりサイスが筆頭株主となっていたが、 第二次大戦後分断され顕微鏡製造能力を失った西側のザイスが1957年に統合した。このため初期のルミナーにはザイスウィンケルのロゴが刻印されている。ザイス顕微鏡の多くは現在も彼の地で生産されている。RMS マウント顕微鏡対物レンズマウントである RMS スレッド用。この4種のレンズとスペックは基本的に同一だが、 性能を向上させた、ルミナー2と呼ばれるモデルもある。特殊ネジマウントミクロター各種ミクロター45メートル MF4.5 ミクロターは、ウルトラフォト用のマクロ写真用レンズ。1930年代からの製品であり、第二次大戦後も、東ドイツで、継続生産された。西側ザイストの商標をめぐる訴訟もあり、西側への輸出品は商標を避けたんに、 M とのみ刻印されている RMS マウント顕微鏡対物レンズマウントである RMS スレッド用 10mm から 30mm までの各種はレンズヘッド部とマウントの間に調整可能な絞りが置かれるため使用倍率によっては絞ると画像が蹴られてしまうことがあるこれらと同じレンズヘッドを使い 絞りがない製品や RMS マウントでないものも存在した。サイスレンズには全品種で投資の製造番号が刻印されるが、ミクロターは一部を除き顕微鏡体物レンズに与えられる6桁の独自の番号が振られていた。この6桁の番号は使い切ると、再び例から始まるため、同じ番号のものが見られる。特殊、ネジマウント反射望遠レンズに使われたブランド。 三群三枚の普及版レンズ。ウィリー・オルター・メルテによって1926年に、もともとは、航空写真用として発明された。S、オルソプラナー 60mmS、オルソプラナー 105mm オルソプラナーは、マイクロフィルム用高解像力縮小レンズ。引き伸ばしに使われることもある。50mm 及び 105mm は、 オルソメターの両外側に一枚ずつ追加したようにも、プラナーの内側に一枚ずつ追加したようにも見える、レンズ構成。特殊用途であるため、S を関する。旧東側への輸出品では、サイスやプラナーの商標を避け、オーベルコ間オプティン S オルソ PL と刻印された。三群三枚の普及版レンズ。元は、ゲルツの商標であるが、 その時代の製品とは全くの別物である。ドイツ民主共和国で設計されたダブルガウス型のレンズに使われたブランド。ダブルガウス型のレンズ。最初の製品はパウルルドルフにより設計された。第二次世界大戦後はドイツ連邦共和国で設計されたダブルガウス型のレンズに使われた。パウルルドルフにより発明され、ウナーを経由して、 テッサーの原型となった。最初の製品は、ルートビヒヒベルテレにより設計された。当初は大口径標準望遠レンズとして使われたが、現在は望遠レンズとしてのみ使われている。パウルルドルフが、エルンスとバンデルスレップの協力を得て発明したレンズ。現在は、コンパクトレンズとして、また変形のテレテッサーが望遠レンズに使われている。 ロベルトリヒテルが開発した対象型広角レンズ。トリオター3群3枚の普及版レンズ。ハッセルブラッド V シリーズ用、パウルルドルフにより、プロターを改良して発明され、テッサーの原型となった。可変の意味である、窃盗後、バリオタイを名称につけている。一般的に、サイスレンズは、他社の同スペックのレンズより、大型、重量像の傾向があるが、 ズームレンズでも同様の傾向は変わらない。単焦点よりさらに重く大型ゆえか、画質重視の傾向が強いユーザーが多いためか、サイスレンズの中でズームレンズの人気は低い傾向にある。バリオパンコラーはドイツ民主共和国で設計されたズームレンズに使われたブランド。M42 マウントバリオプラクチカーはドイツ民主共和国で設計された ズームレンズに使われたブランド。M42 マウント広角、標準、望遠にかかわらず、用いられている。ソニーのビデオカメラ、ハンディカムシリーズとデジタルスチルカメラ、サイバーショットシリーズの F828 など、上位機種でおなじみ。京セラのコンパクトカメラ T-Zoom やソニーのデジタルカメラサイバーショットシリーズの小型、薄型機種に採用された。 ズームレンズ。焦点距離を変える目的のアタッチメントレンズを、サイスでは、ムターと称する。コンタックス RTS 用、リアテレコンバーター。ハッセルブラッド V シリーズ用、リアテレコンバーター。ロライフレックス2ンレフカメラ用、フロントコンバーター。レンズについて、カール・サイスと提携している。または、過去にした企業。ありがとうございます。